愛、地球博郵便局の主務社員郵政省時代の通常郵便貯金通帳最上部と最下部に並ぶ主務社員総務省日本郵政公社時代の通常郵便貯金通帳通帳の業間に主務社員が押されている主務社員とは郵便局、簡易郵便局、郵貯銀行、んぽ生命保険で用いられる行員である。主務社員は日本全国の郵便局、簡易郵便局、 ゆうちょ銀行の本支店、貯金事務センター、かんぽ生命保険の支店、サービスセンターに配備されている。主務社員の文字は一般的に郵便局の場合は、郵便局長、簡易郵便局の場合は、簡易郵便局長、または、簡易郵便局受託者、ゆうちょ銀行本支店の場合は、ゆうちょ銀行大店員、ゆうちょ銀行貯金事務センターの場合は、 ゆうちょ銀行を貯金事務センターの印、カンポ生命サービスセンターの場合は、カンポ生命をサービスセンター所長員となっている。郵便局によって、印の文字が入るところと入らないところがあるが、これは彫られた文字を偶数にするために、大郵便局長の文字数が、奇数の場合、印を入れ、偶数にしているためである。一方、ゆうちょ銀行本支店では、印の文字が、 必ず入る代わりに、のの字を入れることで奇数を偶数としている。また、文室郵便局の主務社員は、親局の局長名が彫られた印を使うが、文室での取り扱いであることを示すため、印の枠の一部が欠けたものを使う。郵政省時代の通常郵便貯金通帳、定額、定期郵便貯金証書は、主務社員応印欄があり、預け払い同期に応印をされた。現在、 主務社員が応印される取扱いは、非課税定額、定期貯金預け入れ時や、生命保険公除証明書を郵便局にて発行した場合などに限られる。戦術通り、郵政省時代の通常郵便貯金通帳には、主務社員応印欄があり、旅行貯金をしている者は、郵便貯金通帳、証書への郵便局名のゴム印と主務社員の収集を目的としていることから、 主務社員を崇高なものとする傾向があった。しかし、郵政事業庁以降の通常郵便貯金通帳には、主務社員応印欄が廃止されたため、旅行貯金をする者は、通帳の余白や業間へ応印してもらっていたが、公印という性格上、このような取り扱いは正しくないものであったため、2005年3月11日に、主務社員の応印は禁止となり、 通常郵便貯金での主務者員収集は不可能となった。簡易郵便局の主務者員はもともと王冠郵便局受託者のみであったが、1986年の簡易郵便局法改正によって、簡易郵便局受託者が簡易郵便局長という故障を用いることが可能になったため、新たに王冠郵便局長が配備されていった。ありがとうございます。